皆さん、お疲れ様でした。本日2024年、8月の17日、10時15分、先ほど、石川県小松大谷高校と、智弁学園さんの試合が終わりまして、石川県の、小松大谷さんのチーム側で勝ちに行ってたんですが、残念ながら、負けてしまいました。本日の試合を振り返ってみてですね、初回の方、智弁学園さんもバント等を駆使して、得点を最初積み上げてこようとする形から、途中から、しっかりとこう強くバットを振りに来るような、形で、長打を狙うような、もともとのその強打が売りという形ですね。それに気がついたときに、先にこちらの方から外野手の方たちを深めに、守っておくように、お伝えできたらよかったなというのが、今日の試合の、まず一つ目の、ポイントでした。で、それからですね、頭の供給自体が選手に基本的に今日の試合は渡しづらかったです。で、その辺のところが、影響が少し出たかなと。ただし、最後の最後まで負けるつもりは一切ありませんでした。今までの高校生の方たちの、野球の試合で、5点差あろうが、跳ね返した試合、いっぱいあります。事実、8回に、ワンアウト満塁の場面まで作ることができました。あそこで、ヒット1本、もし、ヒット2本、タイムリーが出ていたら、満塁の場面ですから、追いついた、いたかもしれませんし、9回に、1点、取れたわけですから、勝っていたかもしれない。勝負事ですから、終わってから、あれこれ言ったところで、もはや手遅れなんですが、ただ、力の差のある試合ではなかったわけなんですよ。結局、プロ野球の試合もこう勝ち負けをずっと取り組んでいて思うんですけども、本当に神一人の試合が多いんですよ。プロ野球だけじゃなくて、サッカーなど、他の競技でも基本的にはそうです。そこの勝負どころで、特に8回の場面ですね。あの場面で、1打2打満塁の場面からヒットが出ていればというところでした。で、現に智弁学園さんの最初の先発の投手は、打ちあぐねていまして、小松大谷の選手の方たちは低めの、ボール球や外角に流れていくボール球を、どうしても、振ってしまうと、左対左の方とかは特に、振ってしまいやすい、良い決め球といいますか、ボールなんですけども、そこでバットが止まらないなところで、大きく勝負の分かれ目がついてくると。で、途中からはそこそこバット止まるようになってフォアボールの数とかも増えてきて、良い形っていうのは作り始めていたんですよ。そして智弁学園さんも、ピッチャーを交代したりしてきた時に、制球力がそこまで、きちっと、投げ込めてるわけではなかったと。そういうふうな場面の中で、ランナーを貯めるところまでは、進めていまして。あと、それと、ランナーがいたときに、葛西選手の、7回だったと思うんですけども、ファーストへの、ライナー性のあたりですね、智弁学園さんのファーストの選手の方に、好守備に阻まれてしまいまして、あの時にも追加点入っていたら
っていうのはありますね。まあ、まあ、智弁学園さんの堅い守備も見事であったという部分ですね。で、まあ、やっぱりあの8回の攻防ですね。あの、代打の方が出てこられて、まあ、私の方も、あの、基本的に言葉のワードで組み上げていたのは、選球眼プラスフットコントロールを、河合圭介の頭の中を、そのバッターの方の名前に当てはめて、誰それさんにお渡しいたしますと。まあ、そういうような形で、まあ、物事を、対応していました。しかし、まあ、9番打者の、まあ、ハーフの方だと思うんですけども、カタカナ表記のお名前でしたので、まあ、最後左対左で外角低めに、ストライクゾーンからボールゾーンになるボールですね。まあ、あちらの方のボールをもし止めることができていたら、まあ、ああいうふうなボールはプロの世界でもなかなか難しいんですけども、バットを止めるのって。まあ、まあ、そのあたりでしたね。だからまあ、あんまり、まあ、その方を今、失敗したとか、そういうことを言ってるんじゃなくて、まあ、技術的に、智弁学園さんのピッチャーが、やっぱりいいボール投げてますから、まあ、その辺のところは、まあ、ある程度仕方がないな、という部分もありますし、お互い、全力力を出し切った試合だったんじゃないかなと思います。いいゲームだったと思います、本当に。あと1本、あと2本、8回の時点の、あの満塁の時点で出ていたら、試合は、コロッとひっくり返っていたと思います。それほど、4点差はついてますけども、数字上。まあ、お互い、その、力の差が、その、はっきりとあるような試合ではなかったということです。まあ、被災地の方たちも見ていて、負けはしましたけども、見応えのあった試合だったと思います。それと、あと、まあ、高校野球は内野席の方たちは、まあ、お金を払って、見に来られているわけですけども、まあ、そういう、お金を払ってまで見に来られているお客様に対しても、良い試合できたと思います。ですので、小松大谷高校の皆さん、負けはしましたけども、胸張って、自分の故郷に凱旋していただけたらいいのではと思っています。素晴らしいゲームありがとうございました。あと、橋投手を、交代して西川投手という形に変えられた。まあ、あの橋投手に関してなんですけども、まあ、僕も交代をしてまして、打たれる気はあまりしませんでしたね。だからまあ、あとは、先発陣を誰を起用していくかのところで、まあ、本来のエースである西川投手、まあ、まだ中3日空いてましたから、まあ、私としては、まあ、西川投手、今思えばですよ。今思えばですから、もうこれはもう監督さんのお考えとかもありますでしょうし、もっと先を見て、まあ優勝を狙うっていうことも私の方も公言しましたので、まあそれも込みで、西川投手を温存してっていう形も正直あったと思うんです。だからまあ最後のピッチャーとして出てきた西川投手のピッチングを見る限り、やっぱり西川投手だな、とは思いました。で、橋投手も今日の試合、
そう、まず点を取られるような気配はなかったと。まあ、それを考えると、今日の試合の正解は西川投手、橋投手のリレーだったんじゃないかなと思います。まあ、これも判断難しいところあるとは思うんですけども、やっぱりその辺のところが、まあ、あまり先を、まあ、僕も先を見すぎてた部分もあると思いますし、西川投手じゃない投手が出てきたときに、僕はそれでもいいなって思ったんですよ、最初。その次の試合のことを考えると、その次の試合を西川投手を先発で起用できるわけですから、だからそういうふうな投手の先発陣の組み立てというのも、それは最初、試合が始まったとき、僕は、これで正解だなの方だったんですよ、僕としても。ただし、最後はやっぱり西川投手が出てきたときに、エースナンバーの。西川投手のピッチングを見たときに、やっぱり僕の方も甘かったんじゃないかなと。これはもう正直、私の至らないところの感想です。やっぱり一戦一戦。目の前の一戦に全力を尽くして勝ちに行かなかったら、やっぱり甲子園っていうところはそんなに簡単なところではないと。まあ先を見すぎた、まあ私を信頼してくれた監督の采配であったと思うんですけども、まあその辺のところが僕の至らないところだったんじゃないかなと、反省しています。ホームページも記載してましたから、優勝を狙いに行くと。だからそれに合わせた考え方で監督の方も、動いてくれたわけでしょうし、まあ、前々からこれは、もう何十年も前からもう僕の方は公言してるんですけども、もう優勝しようと思ったら一人のピッチャーだけに頼るのは絶対無理であると。何人もピッチャー用意しておかなかったらこれは絶対無理であると。まあそれに沿った内容で、まあ、試合を行ったことに、まず、まあ、それはそれで、まず間違いのない正解であって、ただし、一戦一戦、必勝というか、絶対勝ちに行くっていう、そういう部分のところで、まあ、僕も大阪桐蔭さんとかに、完封して勝ったりとかで、少しそこで自分に甘さのほころびができてしまったんじゃないかなと。まあ、形としても3対0という完封という形でしたから、まあ、感覚的に優勝を狙えると。まあ、こういうような感覚ももちろん大事ですし、自分に自信を持つことだったりだとか、ただそこで甲子園のやっぱり厳しさですね、一戦一戦大事に、まあ、これを、まあ石川県、代表である小松大谷高校の皆さんに語れた智弁学園さんも、このことをぜひ教訓にしていただいて、やっぱり一戦一戦ですね。まあ、これはまだ甲子園で試合されてる、まだ試合が残ってる、他の高校の方たちも、あと今後また来年の春の選抜だったり夏の甲子園だったり、まあその前に、夏の甲子園今年終わったら、明治神宮大会を目指しての、秋季大会が開かれると思いますけども、やっぱり一戦一戦ですね。やっぱり、一戦一戦のその大事さ、貴重さっていうところで、私に至らないところがあったなと。まあそれを、まあこれは私だけじゃなくて、今までのその歴代の監督、名将と呼ばれていらっしゃった監督の皆さんも、多分何回も経験されてきたことだと思います。これは、高校野球界の、財産として、一戦一戦の大事さ、それを皆さんで共有できたらなと思います。
以上です。今日は素晴らしい試合を、両校の皆さんありがとうございました。私の方としても、全力尽くしましたので、負けたことに、後悔はありません。それでは、今後まだ試合の残ってある、夏の甲子園出場校の皆さん、後悔ないように全力尽くして試合していただけたらなと思います。そこにはたとえ負けたとしても自分たちは全力を尽くしたと、そのすがすがしい思い出というものがきっとその後の人生に役に立ってきたりだとか、良い思い出になると思いますので、一校だけなんですよ優勝できるチームは。そんなに甘くないんですよ、やっぱり。本当に皆さん、本日は良い試合ありがとうございました。お疲れ様でした。来年も期待します。以上です。